おひつ塩チャーシュー丼、じゃじゃん、いただきたいと思います。りんちゃんパパの究極グルメです。今日はですね、こちら、豚肉、こちらの肩肉使ってチャーシュー、チャーシューといってもですね、今日作るのは塩チャーシュー、こちらの方をご紹介させていただきたいと思います。ほとんど余計な材料は使わないんですけども、最小限の材料、調味料でめちゃくちゃ美味しい塩チャーシュー作っていきます。それでは調理スタート。鍋に水沸騰させます。これはですね、今日小ネギの切れ端使いますけども、普通の長ネギでも結構です。これ適量入れます。お酒、お酒にみりん、砂糖、豚肉入れます。入れます。今日はこれで約1キロ。そして初めは少しここからね、沸騰させていって、アクをまずは取っていきたいと思います。で、アクが出てきたらアクを取って、取り除いたらごく弱火に変えていきます。はい、それでは味付けしていきたいと思います。まず今日はね、チャーシューといっても煮豚タイプの塩チャーシューですね。こちらに、こちらの作り方になります。で、塩入れます。ニンニクのすりおろし、今日は生姜は使いません。鶏ガラスープの素、で、これで蓋をして、まあ落とし蓋なんかしていただいても結構ですが、今日は、まあ、アルミホイルとか落とし蓋をして、さらに蓋をして、これで3時間ぐらいコトコトした火で、弱火で煮込んでいきます。